はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけども、非グリッチで無限に1万 RP を稼ぎ続ける方法となります。これ、初心者さんも含めて、まあ、ランクが高い人でもね、かなりね、お金稼ぎ、RP 稼ぎ、そしてアリーナポイント稼ぎできる週となってます。なぜかというと、クイックアップデートによって報酬2倍がアリーナ来ています。で、ジョブなんですけれども、ロックスターゲーム作成のここのアリーナウォーズで、レースのところ上十字キー1回押して破壊3っていうものを開始してください。アリーナのジョブは1人ではできないので2人1組で行います。では招待限定セッションやフレンド限定セッションでフレンドさんを招待して、設定は GTA レースで15周とかでいいです。まあそのまんまね、設定はいじくんなくてもいいかなと思います。で、このね、無限に RP を稼ぐ方法なんですけれども、すごく単純で簡単で、これはグリッチではありませんので、まあ、このやり方をね、一緒にやるパートナーさんに教えてあげるといいかなと思います。では、車両の選択なんですけど、これはね、何でもいいんですけれども、まあ、おすすめはね、バイクかなと思います。まあ、イッシーとかもね、まあ、操作ね、できるんですけれども、まあ、やっぱバイクの方がね、操作しやすい。で、じゃあどうやってね、これから RP 稼ぎするかというと、この破壊3というレース、世界記録が PS4 の方でずっとね、更新されていないんですね。なので、これ、破壊3の1周はだいたい20秒ぐらいで1周できます。これを自分の中で世界記録をちょっとずつ更新させていくっていうことです。じゃあどういうことかというと、開始したら必ずね、どっちか無操作体質とかにはならないように、必ずどっちかね、両方ともね、操作するようにしておいてください。で、1周目、65秒でクリアするっていうのをね、ちょっと左側にね、文字出してますけど、それをね、目安にしてください。右下にタイマー出てますね。で、普通にバーっと走っていくと多分ね、20秒くらいで1周できちゃうので、わざとね、65秒で1周クリアさせるようにしてください。このアリーナのレースなんですけれども、ずーっと立ち止まってる、その場にいるとか、あとはね、どっか壁にずーっとね、突っかかってる状態とかになったりすると、なんか破壊ね、されてしまって、このレース自体が終わっちゃうんですね。なので、どちらもちゃんとね、レースとして、まあ、ゆっくりでもいいので、このように操作している。また、無操作の状態でも、これがもう30秒とかもね、経たないようにしてください。まあ、せめて15秒ぐらいとかなら平気かなと思うんですけど、あまりにもこのままね、ずーっと突っ立ってると、いきなりボンと破壊されてレース終わりになっちゃいます。では1周目、わざとね、65秒でね、クリアしたいと思います。まあ別にぴったりじゃなくていいです。だいたい65秒ってことで、1分5秒ぐらいでね、クリアしました。で、この瞬間、新たな最速ラップということで、これ1万 RP 入ってるんですね。普段は 5000RP なんですけれども、世界記録を更新すると 5000RP のところが、今報酬2倍となっていて、1万 RP もらえると。さらに、このレースなんですけれども、このジョブをね、終わったとして、もう一回やっても何度も更新し続けられるっていうわけで、完全にバグった状態がずーっと続いています。もうね、1年以上ね、これね、修正はされてません。なので、報酬2倍の期間はめちゃくちゃ稼げると。なので、フレンドさんにも、こうやってね、65秒でクリアしたら次は、まあ60秒ぐらいとか、次は55秒ぐらいとか、まあ5秒ずつぐらいね、縮めていく感じでクリアするといいかなと。まあ、本当にぴったりぴったりやんなくても大丈夫です。若干ずれてても大丈夫です。必ず、ちょっとでも記録を更新する。短くしていくっていうことです。で、これを15周の間にどん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 ね、更新させていきます。一定の時間動かないと破壊されます。例えば、この撮影の場合はね、PS4 2台をパパテラが一人で操作してますけど、片方ずっと R2 ずっと押してます。なので、壁をずーっとね、まあ、ずる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 引っかかってる状態になって、で、そのまま、まあ、なんていうかな、車両をね、直すところですね。ピットみたいなところに入ったりすると、そこで破壊されてしまう。無操作で破壊されてしまうっていう感じなので、必ずね、どちらもちゃんとプレイしている方がね、いいかなと思います。で、この記録をちょっとでもね、更新しはぐっちゃった場合は、このように、今 RP 入りませんでしたけれども、ちゃんとね、次の、更新するところ、1周目のところですね。ここでちゃんと短くしていけば、また RP が入り続けます。なので、ここでクリアするときに、
じゃあ現在のラップというところで今だいたいこれで47秒ぐらいでクリアしましたね。で次は46秒とかまた45秒とかっていう感じでちょっとずつちょっとずつね短くしていってください。でどちらかが破壊とかねされちゃったりとか、まあ、ひっくり返ってね失敗みたいになってもクリアになっちゃったとしてももう一度このジョブを開いてもう一度繰り返せばかなりねお金、まあ、RP が稼げます。なので、まあ、最短で言うと1周がね20秒から25秒でできるので、まあ、どん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 ね RP を稼ぐ間隔はね短くなっていき最終的には20秒ぐらいで1万 RP が稼げると。なので初心者さんとか低ランクはあっという間に多分ねランク上がっていきますね。多分簡単に100ランクぐらいね目指せるんじゃないかなと思います。なので2人1組でこういったねお金 RP そしてアリーナポイントは貯めていけば貯めていくほど、タクシーとかねまたはゴミ収集車とかそういったペガサス車両を解除できます。で必ずねアリーナポイント貯めたい人はアリーナを所有しているということになりますので、ぜひね割引のうちに購入してみてください。そしてお金 RP 稼ぎ世界記録をずっと更新し続ける現時点で PS4 はずっとできてます。ちょっと Xbox One とか PC 版の方はちょっと確認取れていないのでぜひね PC 版の人これができるのかどうかっていうのをねぜひコメントください。世界記録が極端にめちゃくちゃ短くなっていなければ多分できます。世界記録っていうものがだいたいスタートした時にもうね50秒とかね、まあ、1分とかそんぐらいだったら全然多分できると思います。なので1周が約20秒でできるということで少しずつ間隔を狭めていくと更新できると思うのでよかったら参考にしてみてください。まあ、今地雷をね踏んでしまったのでやられてしまってレースはクリアとなっちゃいましたけれどももう一度開けばね、このジョブは繰り返しできます。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Smoke.